霞ヶ関カンツリークラブは埼玉県の川越市笠畑にある名門ゴルフ場である。会場は1929年10月6日。クロース銀行創業者で特殊家の初次将平が入間郡霞ヶ関村に自らが設立した埼玉育児院の土地の一部を提供し、地元の人々の協力とゴルフ会草分けの人々の 努力で誕生した90年以上の歴史を誇る伝統コースである。埼玉県最初のゴルフ場でもある。東コースの設計は藤田君や赤星志郎。1930年にはゴルフコースの世界的名設計者のチャールズ・エイチ・アリソンの手で改造された。1932年6月12日には西コースも開場 日本で最初に36ホールを持つゴルフ場となる。戦後、アメリカ軍に接収されるが復旧した。西コースは井上誠一の設計。1957年、日本で初めて開催されたゴルフのカナダカップが東コースを舞台に行われ一躍内外に有名になる。日本国内で開催される初のゴルフの国際大会であり、 日本プロゴルフ協会が発足した直後でもあり、日本選手の上位進出は望み薄であったが、サムスニードやピーター・トムソンなど世界各国の競合を2日目に逆転。最終日は2万人近いギャラリーが詰めかけ、ゴルフが史上初めてテレビ中継された。結果、中村虎吉が個人優勝、中村虎吉と小野光一組が見事に、 団体優勝を果たし、日本に一躍ゴルフブームが起こった。日本オープンゴルフ選手権を1933年の第7回大会以来21回大会、60回大会、71回大会と4度開催。1999年には日本女子オープンゴルフ選手権第32回大会も開催された。 1965年と1977年には日本アマチュアゴルフ選手権を1971年には日本ジュニアゴルフ選手権を2010年には第2回アジアアマチュア選手権もそれぞれ開催2014年には日本スポーツマスターズ埼玉大会の会場になった2017年11月の ドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領の来日では安倍晋三内閣総理大臣とゴルフ外交の舞台となった。2013年日本オリンピック委員会加盟団体である日本ゴルフ協会の調査、選考の結果、2020年東京オリンピックでゴルフ競技の会場になることが決定した。その後完全なプライベートクラブであることから公益性の観点、 オリンピック憲章に明記されている遺産としての価値を日本国民が享受できるのか、などの議論が起きている。大谷エコイカ日本ゴルフ改革会議は同カントリークラブを選定したプロセスの説明が全く不十分である点や東京からのアクセスの悪さなどを指摘した上で他の競技会場とも自覚誰もがプレー可能なパブリックコースで 実際に2016年東京オリンピック構想では、ゴルフ会場予定地とされていた、若かすゴルフリンクスを推す提言を2014年10月にまとめた。さらに倉本正宏は2014年10月14日付の週刊ゴルフダイジェストで、ゴミ埋め立て地での開催というエコロジー性も上げながら、若かす開催の利点を述べた。 これに対し、長田刑事は2014年10月14日の第1回日本ゴルフビジネスフォーラムで、都営施設の場合は、東京都の予算で、整備や改造が行われる一方、民間の霞が関 CC の場合、国や都からは、一切出ないという点も挙げながら、国際大会の実績、36ホールが必要の規模、 観客収容辞任などで、若須は基準を満たさないとして、会場の見直しは100%ないと述べた。2015年10月より、東コースの改修が開始されている。2017年3月、臨時理事会で、女性会員の受け入れを決議した。クラブ側では、東京オリンピックは、無関係。女性会員を認めるのは、世界的な流れとしている。 郵便番号350-117五埼玉県川越市大畑笠畑3 3 9 8百9 9 9年に発生した T-33A 入間川墜落事故ではエンジントラブルを起こした事故機が入間基地に直行するため本ゴルフ場の上空を通過している。ありがとうございます。